前回、国連が燃えました。国連が燃えましたってやばくない？くんさん、国連火災に関して、にゃけど、範囲指定で CO を愛したら一人だけファイヤーをプレイスしてる人がいたにゃ。はー、なるほど。その人を投票で当てますか？投票で当てましょう。当てられなかったら見逃そうか。じゃあ、当てられたら、そこの勢力、放火するかな。がっつり俺が。はい。じゃあ、あれしようぜ。はいかいいえのクイズあるじゃん。何もヒントなしだと面白くないから、ランプのせいみたいなのが出てくるやつ。アキネーターみたいな感じでやります。ヤニャーが回答します。ヤニャーがランプのせいやるんで、質問を、ちょっと誰か決めてもらおう。頭いいやつにやってもらうか。まずは、ブロベノム。質問。男性ですか？はい。なんだその質問。次は誰に決めてもらおうかな。まずは広く。まあ、確かに。じゃあ、海谷くんに決めてもらおうか。海谷くん。なんでもいいの？はい、にゃ。あー、それ終わった。はい。はい、にゃ。あ、使っちゃったこれ。あー、使っちゃったか。なんでもいいの？あー、そうなんだ。かなり特定できたね。ヘルスカル。はい。実在する人物ですか？はい、にゃ。あー、だいぶ絞れたんちゃう？これで。しないわけないだろ。いや、これで、ヤニャー本人が放火とかだったら、まあ、実在する人物じゃないから、っていう風に、まあ、なるよね。じゃあ、アーケンさん。麦ですか？なになになに？麦ですか？いいえにゃ。あー、麦さんじゃない。ダイレクトアタック。ずる直前みたいなことしてるね。もう一回聞いていいですか？はい、にゃ。はい、あと一人、最後。じゃあ、トーマスくん。早かったから。世界政府所属ですか？いいえにゃ。おお、おー、はい、投票開始します。だいぶ絞れたよ。え、世界政府所属じゃない？国民性疑われてるよ。疑われてるだろ。誰だろうな、これ。ドキドキしてそうだな、燃やしたやつ。多分バレないと思ってる。着火バレないと思って着火してるから、これガチでバレてないと思ってやってる、多分。行きますよ。開示。1位、雲、18票。ええ、なにこれ、組織票？え、雲？雲18票、良平3票、ゴッドコーダン3票、イカオ3票、イカ。回答お願いします。雲さんにゃ。やったよ。でも、不可抗力だ。多分見てたのか、不可抗力？不可抗力？いやね、今ね、せっかく、このさんが前回のネタのところ復旧してあげようと、回収してるけど、また燃やされます。せっかく前回のベノムと、やったゴッドのネタを、復旧してるけど、もう直す必要多分ないかもしれない。意義あり、DD 良平が TNT を確保した僕を殺しに来たため、火打ち石で正当防衛しました。は？は？意義あり。どうぞ、良平くん。国連である以上、公共の場所、弱肉強食では。ん？なんか良平がずれてる。なんか良平がずれてるし、なんか良平が悪くね。なんか良平がずれてる。なんか良平がずれてね、なんか。お前の負けな気がする。なんか雲別、なんか、良平が悪い感じしてきた、なんか。なんか良平が悪くない、なんか意味がわかんない、言ってる。良平がずれすぎてね、びっくりした。黙ってたらよかったのに。何言ってんだ？バカが喋んな。じゃあ、良平と雲ちょっと来てくれ。じゃあちょっと徹底討論、良平 VS 雲。で、良平の意義にちゃんと反論して、雲。良平いなくなんないで、ここいて。はい、反論して、良平の意義に。さっきのやつ、そうそうそう。画像貼っといたにゃ。あ、雲プレイスとファイヤー、ちゃんとあるんだね。はい、タイムキーパー僕やります。スタート。そもそも正当な配布の場所で殺すのはいかがかと。何言ってるかよくわかりませんが、いろいろわかりませんが、まあ、はい。良平くん、反論を。じゃあ、なんで燃やしたん？ダメだ、バカ対バカ、これ、なんか、めっちゃバカ対バカ。正当防衛です。AI 対 AI。でも、確かに人を殺すのになんで建物燃やすにゃ？確かに。なんで建物に着火してるんだよな、雲は。地面に燃やしたのが燃え移りました。しかも、革装備しかダメなのに、鉄装備着てませんか、雲さん。それは拾いました。微妙にずれてるんだよな。なんか、鉄装備を着ていませんかって聞いたら、拾いましたっていうのって、なんかさ、なんかめちゃくちゃずれてるよね。なんかこう、回答が、なんか絶妙に。絶妙ってか、なんかしっかりずれてない。あなた着ているのは悪いことですよ。いや、これは拾いました。なるほどね。はいはいはい。良平さん、反論は。鉄着てたから殺しました。
なんで微妙な嘘つくん、なんかそれ嘘じゃん、でもそれそれ違うじゃん絶対、それはそれは違うじゃん、今思いついたし、普通に普通に物資の取り合いの場所だったって言えばよかったのに。だってクモさん、鉄着てたから殺しました、だって鉄装備を着てたのに殺しに来たということは正当防衛にもなりますよね。は？ん？ん？何言ってんだ、何言ってんだ。タイムキープします。残り43分29秒。残り43分29秒。残り43分29秒。そもそも放火の前科があなたにはありますよね。ん？糖尿病患者である。良平くん、それそれに、レスは特有の現象、連投。しかも関係ないし、別にダメージにもならない。放火したのお前やろ。残り42分16秒。あなたの前科の話ですよ。今の話じゃないです。何言ってんだこいつ。何言ってんだ一体。何を言ってるんだよくわかんない。お前も放火仲間。あのさ、ツイッターのさ、ゴミアカとゴミアカがレスバしてるみたいな感じの、なんか、わかる？よく見るくない？こういうさ、スマホゲーのツイートしてたり、検証とかリツイートしてるアカウントのレスバって感じ。わかる？言ってること。で、ツイッターの ID が、なんか初期設定の、なんかアルファベットの羅列みたいな。あの人たちって実在したんだな。確かにあれって AI とかボットじゃなかったんだ。本当にいたんだ、ああいう人。フォロワー10 vs フォロワー5の戦い。実在しますか？はい。どっちも成人ってマジか。きついなぁ。で、クモさん。最後にじゃあ1往復ずつやりましょう。じゃあクモさんから最後に。最後に、こう、訴えてください。両兵に対して。もう最後の決め台詞を。正当防衛です。お前も前やってるから俺だけが悪くない。あ、自分もちょっとは悪いんだ。で、良平くん、それに対して、もう一バースだね。だから、すごいなぁ。これが、フリースタイルダンジョンってやつか。フリースタイルすぎる。あまりにも迷宮。俺はバンされて罪償ったから、お前もバンされるか？なんで過去の話になるんだ。どっちも何言ってるかわからないんやけど、放火したのは間違いなくクモさんにゃ。これ、クモが悪い、傭兵が悪い、両者死刑で投票ですか？クモが悪いと思った人は、クモに投票。傭兵が悪いと言ったら、傭兵に投票。両者死刑だと思う人は、ロードホック君、俺に便宜上投票してください。はい、投票開始。両者ダメだと思ったら、で、両者ダメだったら、両方の、拠点が TNT で吹っ飛びます。クンさん、ちょうどいいプラグインがあるにゃ。おう、なんだ、やにゃ。なんだ、やにゃ、教えてくれ。殴ったところが燃えるプラグインにゃー。あ、やば。出たー。じゃああれだね。まあ、限定的に解放かな、その拠点内で。その拠点外で使ったやつは、この企画に問わず、好きに長月にするからな、ガチで。その拠点外で使ったら長月にします。1ヶ月間長月。1ヶ月で1週間長月やってもらいます。これはガチです。他の企画でもやってもらいます。リアルタイムで1週間です。本当にやります。ちなみに長月はデポンの好きにしてもらう。以上。さすがに事の重大さを認識した。何その微妙にご褒美。はい。じゃあいいですか？これ決まりますよ、これ。もうヤニャーさん、ちょっと待って、まだみんな殴んなよ。殴ったところが燃えるってさ、待って、消化できないってこと？まさか。ちょっと待って、消化できなくなんない？あれ？よく考えたら消化できない。お気づきになられましたか？はい。それでは、いきます。投票開示しますよ。投票開示。ロードホック君35。両者処刑！両者処刑です。翡翠寮とクリエ寮、どちらかに行ってください。お！現状修復したらしい。クリエ組が、今。現状修復完了、とのこと。はい、どっちか好きな方に行ってください。投票差こんなにあるのに。ほんとだ、また、両兵大差であれしてんのにね。間違った。あ、ごめん、多分見ないで。絶対多分見ないで。タブは絶対見ないでね。あ、しまった。タブ出しちゃったなー。あっちゃー。両兵に入れたのは、ナッシーがさ、両者処刑に入れてるんだけど。ナッシー、両者処刑。イモムシとかニチアゴさん、両兵に入れてるのに、ナッシー、ワドルド、両者処刑せよ。どっちも悪いよ。味方すら、身内すら味方してない。はい、じゃあ、行ったかな？必要な拠点。必要なところみんな行ったかな？それでは、プラグイン解放します。プラグイン解放。ねねやくんオンにしてください。オンにしたにはやばいってこれ！
えぐい、えぐい、マジえぐい。やば、本当にそう燃えるやん。終わりだ。やっば、ファイヤーパンチプラグイン。なんか全然良平なところ燃えてないね。ポテチに俺の家燃やされた。あれ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 、全区画で火災。カントスケ、カントスケちゃんとしっかり燃やしに行ってる。ロジャチャ城の植林場燃えてますが、なんかだいぶ燃えてそうだね。なんかのちゃちゃりょう燃えてる。これさ、これ何人長月になるんだろうね、これ。これ何人長月になるんだろう、果たして。大丈夫これ。国連サイド燃えましたよ、ちなみに。長月に何人なればいいんだろう。恵みの雨だ。いや、でももう遅いです。僕の家めっちゃ燃えちゃった。かわいそう、ワドル。ワドルドー。なんか翡翠組、あー、これ終わりだな、これトムが燃やしてる。いやー、翡翠さん、いい燃えっぷりっすね。マイクラ内でも燃えるのか。活動だけじゃ飽き足らず、マイクラ内でも。はい、今、麦さんが燃やしてました。見ました。はい、麦さん、自分の量燃やしてました、今。今、僕見ましたよ。麦さん、今、燃やしてましたね。麦さん。麦さん、今、燃やしてましたね。現行犯逮捕です。自分のところ燃やしてるバカいる。待って、これ燃えないブロック殴ったら火に変わる？え、どういうこと？え？え？いや、変わんない、変わる。さすがに変わんないはず。変わったりする？え？あ、たまに火に変わるのか、これ。殴ったら。ハーフブロック限定かな？あ、ハーフブロック消せる！ハーフブロック消えます！ハーフ消えてます！たまに消える。ヤニャーくんが使用って言ってたにゃ。あのね、このプラグインね、俺が作るようにね、指示出したのよ。指示出したら、あの、ヤニャーから、これは本当に殴ったところが燃えるで合ってますかっていう風に、再度問い合わせが来た。本当に使用間違いありませんね。確認が来た。使用がいかれてたから確認が来ました。レビュアーで真面目に話し合って確認してもらった。これ本当に殴ったところが燃えるプラグインなんて作っていいのか？なんか残念だったね。クーさん TNT 発火させれるの？置いてみる？いやにゃ、殴ってみ？あー、なくなる。多分 TNT は。殴ってなくなる。多分発火させらんない。まあ、せいぜい周り殴って火つけるぐらい。なし、止めやしない。止めやしねえ、こいつ。マジで。こいつ TNT 着火されようとしてるのに止めやしねえ。ほーん、どうなるんやろうみたいな。もう終わりだよ、この領土。はい。じゃあ、オフにしてくれ。トム TNT。ん？爆破！証拠はない。これ事故かな？これは事故みたいな気がしますね。これは事故じゃないですか？警察としてはちょっと、これは事故だと思いますよ。他の目撃者もいませんし、民事の話でしょ？まあちょっと、警察は民事不介入だから、当事者同士で解決してもらって、多分このプラグイン使用は効かないんやよ。まあ民事で争ってください。かわいそうに。クリエ組なんかさ、足引っ張られまくる、なんかさ、なんだろう、こう、リアルのものと同じ感じになってない？なんか。なんかリアルのと同じになってない？なんか足を引っ張るみたいな、こう、なんかやらかすやつが発生して、なんか、イモムシとワドの建物とかが燃えたり、イモムシとワドが割り食うみたいな。なんか、いや、なんか実際のクリエ組と同じ現象が起こってるような気がするというか、雲やコウタンがやらかすみたいな。まあ、しょうがないですね。これに関してはもう。もう、クモさんのやらかしですね、完全に。ディベートでチャンスはあったけど、かわいそうに、裏作業めっちゃやってて、発展できるぞって、ワクワクしてた。いえ、かなり頑張ったのに、かわいそうになってきた。ハム、レンタル遺跡。ちょっと手伝ってやってくれ。ハム、レンタル遺跡。最初から勝つ気はない。両成敗でできたからいい。何？なんかさ、それさ、サッカーのさ、コスタリカにさ、バックパスばっかしてさ、負けたさ、伊藤さんのセリフじゃね？それ。いや、勝ち点3は欲しくなかった。勝ち点3はいらなかったから、こうした、みたいな。別に勝つ必要なかった。コスタリカには引き分けでよかった。勝ち点3まではいらない。パス出せよ、雲を前に。前空いてたじゃん。パス出せば。勝てたかもしれないのに、自分のせいでこうなってるのに反省のかけらもない。友人が裏作業してるの見てて、それ言うのえぐい。空いてたじゃん。三笘に出せたじゃん、明らかに。ねえ、くんさん、ここって俺らの領土だっけ？ん？何これ？あ、そうだよ。ここは動物組領だよ。爆破していいの？法的には。ディーディーが作ってたやつ。うわー、こいつ喧嘩売ってる。それ翡翠、あ、
干、若干世界政府の建物が、ちょっと壊れましたが、若干壊れましたね。ちょっと作薬量が、作薬量が、うちに被害出てるんやが、クリエ組です。クリエ組です。朝日の建物が、でもね、今日世界政府ね、強いやついないからね、ちょっと厳しいんだよね。暇人さんじゃあね、抗弁できないんだよね。強いやついないから、多分、強いやついないからね、国連で正式に裁判を申してます。またやんの？またやるじゃん、またやんの？じゃあ、麦さん。はい。じゃあ、麦さんと、トムと、良平かな？まあ、翡翠のチームは、良平がディベートです。はい、どうぞ。トムくん、うちの建物壊れてんだけど、はい。どう責任取るの？まあ、二次被害は避けられなかったよね。なんか、のじゃじゃ論法っぽい。なんかその、なんかのじゃじゃ論法っぽい感じしない？なんかこう、いや、簡単だからしょうがないみたいな。どうやって責任取りますか？はい、答えて。だから、アケさん、その横からちゃちゃ入れる女の子仕草しないで。だからじゃなくて、俺は二次被害はしょうがない。二次被害はしょうがない。もうやむを得なかったってことか。取れないならそっちの物資もらうけど、席取れるの？ファンタスケが直します。直すって全部。ああ、じゃあ一人派遣なんだ。全部直す。まあ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 。まあ、全部直すらしい。じゃあいいよ。次、慰謝料なんだけど、いいって言ってた。もう終わりじゃね。動物組リーダー、人を売ることで解決。お前、後で裏来いよ。ブレイキングダウンみたいになって終わった。で、良平くんは特に発言なく、疑義なしってことだね。オッケー、解散。良平くんも異議なしだそうです。けじめついたな。なんでこんなバカいるんだ。いいね、これ。まあ、昔の50人クラウドだったら殺し合いで決着だったけど、ちょっと高度だよね、こう話し合いにするっていう。各チーム話し合いのこう、なんか論戦が繰り広げられていいね。昔は穴を落として終わりだった。話し合いになってたのか？怪しいね。なんかあまり意味のない処刑みたいな行動してたけど、ほら、カンタスケさん、こっちに身柄もらえるってこと？違います。カンタスケは世界政府？ネタ終わったら手伝うわ。今すぐ直せ。またやるの？オッケー、カンタスケいけるか？もうちゃんとでも、ちゃんと直してくれてる、ちゃんと直すって言ってるじゃん、でも。旧翡翠寮が見るも無残に。いや、見るも無残っていうか、なんかもう何もないよ。なんかデポなんか悲しそうに言ってるけど、お前翡翠が割り食う時に、お前投票止めてねえからな、お前。なんかお前、見るも無残にとかって言ってるけど、お前別に悲しんでるふりしてるだけだろ、お前。デポしかも燃やしに来たらしい。お前しかも放火したよな。放火しに来たんだ。さっきの時燃やしに行ってる。ああ、反転アンチってやつか。ネタになるかなーって。あー、火を消そうとして燃やした。よくいるファンね。いらんこと言及してもっと燃やすリスナーみたいな感じでいいね。なんか言わんでいいこと言って言及して、なんか燃えちゃ、結果燃えちゃって、なんか活動者が割り食いますみたいな。火消しのつもりで油注ぐバカ。いや、よかったですね。まあ一件落着ってやつかな。